それではドライバーの基本レッスンに入ります。ステップ1をやっていただきます。このステップ1ではテイクバックの動きをスムーズに動かす練習をしていきます。テイクバックで手首を大きく使いすぎてはフェイス面が大きく変わってしまいます。体と一体感を出しながらテイクバックをする練習をしていきましょう。それでは始めていきます。まずクラブを極端に短く持っていただきます。このグリップエンドをおへそに当てます。左腕を伸ばした状態でこのように握ります。ここで右手をこのように持ちます。ここでボールに構えます。ステップ1ではスタンスをまず閉じて練習をしていきます。ここからお腹に刺したままこのグリップエンドがおへそからバックスイングで離れないように気をつけてください。離れないようにこのままバックスイングをして膝から膝のスイングで左腕は常に伸びた状態を意識して、打っていきます。この時に気をつけないといけないのはボールの回転が左に飛んでいったり右に飛んでいったりしないようにまっすぐボールが飛ぶように意識をしてください。手先で動かさない、手先で打たない、スピードを速く打とうとしないということを気をつけて打ってみたいと思います。左腕を伸ばしておへそに刺します。その後に右手を持ちます。ここからゆっくりこのようにまずスタンスを閉じて、膝のまで動かす動きを練習することで中心軸のブレも抑えることができます。ゆっくりとしたリズムで、何球か練習をしてください。この練習を10球から30球程度、練習をするようにしてください。これがまっすぐ同じ位置に飛ばすことができるようになれば OK です。次はこの足を閉じている状態から足を開いて同じ動きをやってみます。足を開いた時に気をつける点といたしましては、先ほど足を閉じている時は中心軸は動かないんですけども足を開いた時にこのようにバックスイングで動いてしまったりダウンスイングで左側に動いてしまわないように頭の位置をボールのポジション目線を変えないように同じ動きを行ってください。この練習も10球から30球程度練習をするようにしてください。この動きができましたら次はグリップエンドをおへそから外します。外して先ほどと同じ動きを行ってください。この時におへそから離しているんですけどもグリップエンドは常に膝まではおへそを向いている意識を持ってスイングをしていきます。このようにすることで肩の動きもスムーズに動き体のこう一体感が湧いてきます。このように手首だけで動かしてしまうとフェイスの面もいきなり変わってしまいますのでまっすぐ打つことはこの膝の高さだけでも難しくなってきます。なのでおへそグリップエンドイコールおへそを向くという形を持ってボールを打っていきます。この時に同じく左腕も伸びたまま意識をしてください。それでは一度打ってみます。はい、続いては振り幅を大きくしていきます。今のテイクバックの動きは忘れないようにこのまっすぐ動かすグリップエンドはおへそを刺すという意識を持って動かしていきます。さらにもう少し振り上げて同じようなイメージでグリップエンドはおへそを向き左肘は曲がらないこの形を腰まで持っていきます。フォローも同じです。グリップエンドがおへそを刺すような意識でグッと回していきます。フォローのラインではしっかりとおへそが回らないとグリップエンドまで刺すことができません。それではまず最初に短く持って素振りこのような意識で打ってみてください。左腕を伸ばしたままここまでですね。それでは一度この高さでおへそに刺して打ってみたいと思います。おへそに刺してこのまま上体を回し体を回していきます。
はい、この練習も10球から30球程度、まっすぐ打てるようになるまで練習をしてください。続いては先ほどと同じように離して腰まで動かしていきます。慌てずにゆっくりボディーターンで打っていきます。はい、このように何球も何球も、小さい振り幅でまずは、綺麗に体と一体感を出しながら、打てるようになるまで練習を続けてください。これでステップ1終了となります。ここまでしっかりと練習をするようにしてください。ドライバー基本レッスンステップ2に入ります。ステップ2では腰のラインから、肩のラインまでの動きを、しっかりと見ていきます。腰の高さから、肩の高さまでのバックスイングの動き、このラインも意外にバラバラになってスイングしている方が多いです。バックスイングした時にここのラインからこのようにする動きが正しい動きなんですけども、 NG な動きとしては手首を使いすぎてインサイドに振ってしまう、また体が回らずに手だけで上げてしまう、このような形になってしまうとスイングプレーンから外れてしまいます。綺麗なスイングは作れません。なのでまず腰の位置からこの肩の高さを、しっかりと覚えていただきます。肩の高さでチェックしていただきたいポイントはシャフトのライン、シャフトのこのラインをしっかりと注意するようにしてください。また左腕の伸び、右肘の角度というところもチェックしていきます。それでは見ていきます。ステップ1でここまでグリップエンドはおへそを刺すというお話をさせていただきました。自然に体を回してくるとフェイス面はこの角度になっていきます。前傾角から真正面を向く形が正しい形になります。ここから上体を捻転してバックスイングを作っていきます。この時に左手の甲は少し上を向いている形、右の手が少し下から支える形になってきます。 NG な動きは右肘、絶対に高くしないようにしてください。右肘の向きは下を向いたままバックスイングを作るという意識を持って、この動きを作っていきます。それでは流れで見ていきます。この動きが正しい動きになります。それでは正面から見ていきます。左腕は伸ばしたまま、このまま捻転していくだけです。左肩を、少しぐーっと回していく形でこのトップが出来上がります。ここで一つ意識してほしいポイントは、左手の小指を自分の体から少し離していくようなイメージで、肩の方に肩の前まで持っていく意識をすると綺麗なスイングプレーンが作れます。この左手の小指が自分の体の近くになってくると、このように小さいトップになってしまいますので、まずこのトップの途中段階ですねは小指を少し遠くに、一番遠くに持っていく、このようにすることでこの手首の動きというのも自然に作られるようになってきます。このようにしている状態でこのような形ですと体から小指が一番遠くのポジションにいません。体から一番遠くのポジションは親指になってしまいますので、この小指を体から遠くに持っていく、一番遠くに持っていく、このような形です。肩までのバックスイングを作るときに大切なポイントが2つあります。まずはシャフトライン、シャフトラインがボールの後方を向いてくるように、トップを作るということ、肩までのトップを作るということ、腰からのラインで小指の動作を一番遠くに持っていくということ、この2つをしっかりと押さえて練習をするようにしてください。続いては、フォロースルーを見ていきます。ここまで振っている形から、さらに捻転を加えてフォローが振られていきます。ここから気をつけないといけないのは、手が高い位置に絶対に来ないようにしてください。ヘッドと手の関係を見てください。ヘッドが下にいる状態ですと左肘が抜けてヘッドの加速を抑えてしまいます。ここから腰のラインでヘッドが先に高い位置に振られていく動きが正しい動きになります。ここで
手が強い方はこのようになってしまいます。このような動きになってしまうとヘッドスピードは減速します。なので腰のラインから肩のラインのところ、これは左右対称の形になりますけども、気をつけないといけないのは手よりもヘッドが高い位置にいる、少し高い位置にいる、これを意識して練習をするようにしてください。バックスイング、肩の位置、左右対称です。左腕が伸びてます。右手は少し曲がります。フォローで右手が伸びます。左肘は少し曲がってくる形、この形を作れるように練習をしてください。このスイングで一度打ってみたいと思います。はい、このような形で、しっかりと打てるようになるまで練習をしてください。この、肩から肩までのスイングは100球ほど練習をしてください。ここは非常に重要なポイントになりますので、しっかりと押さえて次のステップに進んでください。以上で終わります。ドライバーの基本レッスン、ステップ3に入ります。ステップ3ではトップの形をしっかりと作るということです。トップの形をしっかりと作れば、ダウンスイングがスムーズに入りやすくなります。また力みがなくなり、綺麗なスイングが作れます。このトップの形というのを、今からチェックポイントいくつか説明をしていきます。ステップ2まででこの肩の動きのラインまで作りました。ここからは簡単です。ここの形が正しくできれば、あとはさらに背中の面を目標方向に向けていくイメージで出来上がります。この時に体を回さないといけないと思って、この右手をこのように引っ張ってバックスイングをしてしまうと正しいトップが作れません。なのでこの肩のラインでできたこの腕の形は崩さないように、肩を捻転、背中を目標方向に向けるという意識でこのトップが出来上がります。もう一度いきます。肩のラインまで作られています。ここから背中を目標方向に向ける、こんだけです。この形を確認してください。鏡なのでこの肩までのポジションを作ったら、ここから上体を捻転する、このような形です。ここで気をつけてほしいのは右肘を引かないということ。肩をしっかりと前傾角に対して捻転を作るということ。ここから肩を捻転しようと思ってこのように伸び上がる方もいます。このようになってしまうとダウンスイングでまた沈み込みという動きになってきますので、ここのポジションは非常に重要です。このような形ですね。肩の動き、前傾に対して垂直に肩が動く、これをクラブを持ってやってみます。この状態から回す、これで OK です。それでは正面から見ていきます。肩のラインまで作ったら上体を捻転する。ここでもう一つ、気をつけていただきたいのは右膝の角度。右膝の角度が、上体が捻転されることによって引っ張られないように気をつけてください。この上体の捻転に膝がついてきてしまうと、バックスイングでは右に体重が乗っていないといけないのに、膝が伸びることによって左に体重が乗って、このように軸が左に傾いた形になってしまいます。このようになってしまうとダウンスイングでダフリ、トップなどが発生してしまいます。肩まで作ります。そしたら背中を捻転します。この時にしっかりと右膝をキープ、右足に体重が乗っているということを確認して、ここまで作るようにしてください。続いてはフェイス面の向きも一度確認していきます。クラブをこのぐらい短く持ってください。左側にシャフトを出していただいて、まず肩のラインでシャフトプレーンを確認します。このままバックスイングを持っていきます。このようにすると正しいフェイス面が確認しやすいです。斜め45度を向く形がスクエアラインになっています。この時にこっち側に振ってしまうとフェイス面の向きおかしくなってきます。またクロスする人、こういう風にやってもフェイス面がおかしくなってきます。肩のラインからそのままシャフトラインに向けてグッと回していくだけです。この形のフェイス面を作れるように、練習をするようにしてください。それでは、最後のポイントです。
アドレスで作られたこのポジションから左の肘と右の肩の距離感を見てください。この距離感が30センチだとしたら、トップでできた左肘のところから右の肩のラインまで30センチになるようにしてください。よくバックスイングで右肩が回りにくくて、このように詰まったバックスイングをしてしまう方、肩をしっかりと回してここの空間を作るようにしてください。このようにすることでスライス防止など安定したショットを打つために必要な体の動きが身につきます。以上のチェックポイントを踏まえて一度スイングをしてみます。はい、以上でステップ3終わります。続いてのステップではフィニッシュの形を覚えていきます。ここまでの練習をしっかりと行うようにしてください。はい、ドライバー基本レッスンステップ4に入ります。ステップ4ではフィニッシュの形を覚えていきます。先ほどフォローのラインでこの形が作られました。ここまでできたら、ここから右足を体の捻転とともに回していきます。もう一度いきます。右の肩から腰、足が引っ張られるように回していきます。よく悪い動きで見られるのが、右足の動きがダウンスイングのインパクト手前でこのように膝が前に出てしまう方、このように前に出てしまうとフィニッシュがこのような形になってしまいます。インパクトまでベタ足、右の肩、腰から引っ張られて右の足がこのように回転してくるようなイメージでスイングを作るようにしてください。このポジションから引っ張られてくると、自然に体が起き上がって、綺麗にフィニッシュが作ることができます。またチェックしていただきたいポイントは、おへそのラインが目標方向を向くようにしてください。目標方向から左まで OK です。右を向くような形というのは前傾角を崩して前に体が流れてしまう動きになります。このように動いている方非常に多いので気をつけてください。前傾角をキープしている状態からぐっと回していきます。このようにすることで正しいフィニッシュが作れます。最後にフィニッシュの形をチェックしていただきたいポイントがシャフトのラインです。シャフトのラインが耳を貫く位置に来るように意識をして振っていきます。このようにすることでスイングプレーンが綺麗に振られます。手で打ってしまう方、手で打ってしまって上にボールを上げようとしてしまう方は、このようにフィニッシュでシャフトラインが縦に入って、このように足の方にヘッドが来てしまいます。正しいスイング軌道で振ると耳のラインに来ます。また肘が抜けてしまう方、このようなフィニッシュになってしまいます。ヘッドをしっかりと加速させて振れるようになると、耳の貫くラインにシャフトが来ますので、このポジションもしっかりと確認するようにしてください。それでは一連の動きでフィニッシュの形ご覧ください。はい、このような形でフィニッシュを作れるように、何度もチェックし練習をするようにしてください。以上でステップ4終わります。これができましたらステップ5に進んでください。
アイアンの基本レッスン、ステップ1に入ります。このステップ1では、テイクバックの動きを、しっかりとスクエアに動かす練習をしていきます。アイアンでよく言われるのが、早く上にこのようにコックを作る、このようになってしまうと肩の捻転不足になってしまうので、テイクバックは手首を全く使わないように意識をして練習をしていきます。手首を固定したまま、左肩右肩を同時に動かす、捻転をしていく。ここでできた肩肩グリップの三角形を崩さないように膝まで動かしてください。この動きで打てるかどうかを練習していきます。この時にクラブヘッドがこっち側に引いてしまう、体を捻転しようとするとどうしてもこのように動かそうとしてしまうので、最初はガイドラインを置いて練習をしていきます。まず目標方向に対して後方に1本このように置いてください。前方にもこのように1本置いてください。はい、このように置いていただいたら、この上をバックスイングはヘッドを通っていくように、意識をしていきます。このようになってしまうとスイングプレーンから外れてフェイスは開いてしまいます。この上を通ってスイングができるようにまずは練習をします。このクラブを置くボールとのこの幅はグリップ2つ分程度離すようにしてください。それでは一度打ってみます。膝から膝、アプローチをするような感覚でまっすぐまっすぐといった形です。このフォローのラインでは、このクラブヘッドをこのクラブの上を通そうとする意識はしなくても大丈夫です。このフォローのラインではこのボールがこのクラブの上を通過してくる意識で振っていきます。バックスイングだけクラブヘッドが真上、こっちは左サイドに少しなってきます。このように最初テイクバックの段階で飛び出し方向をストレートに飛ばすことができるようになるまで練習をするようにしてください。打った際にこのようにいきなり右に飛んでいってしまったりすると、大きくスイングした時にスイング軌道は絶対に安定してきません。まずこの膝から膝、少し高い位置までしっかりと飛び出し方向を安定させれるように練習を繰り返し行っていきます。このポジションは非常に重要になってきますので、何度も何度も繰り返し練習をしてください。練習としてはあまり楽しい練習ではありませんが、50球は練習をするようにしてください。50球を練習してまっすぐ行くようになれば次のステップに進みます。以上でステップ1の説明を終わります。はい、続いてはアイアン基本レッスン2に入ります。ステップ2では腰のラインの位置で、正しいプレーンに入っているかどうかを確認していただきます。まずこのようにクラブをセットしてください。下に2本このように並べてあります。まず前方のクラブはまた球の出だしを確認するためのクラブです。こちらのクラブはアドレスをした際に右肩の下にクラブをこのように置いてください。この方向ももちろん目標方向に平行に並べるようにしてください。この、右側に置いてあるクラブをバックスイングの腰までの位置のところで、真上から見た時にこのクラブと下のクラブが重なり合うポジションが正しいポジションになります。ここでテイクバックはまっすぐ来ているのに、ここから、このようになってしまうとこのシャフトラインとこのシャフトラインが交差してしまいます。このポジションではハーフウェイバックでは、このシャフトラインが真上平行になるように意識をしてバックスイングを作っていきます。ここも手首を使わずに
体を捻転していけば自然にこの形になります。難しく考えずにそのままスッと回してみてください。ここで正しいポジションにいるかどうかチェックしていただきたいポイントは、このように構えているところから小指を離します。薬指を離します。中指を離さずに持っています。人差し指を離します。この1本だけで下側は支えられています。ここからハーフェイバックを作り、親指も浮かせます。このように接している点がこのポジションと中指で、このように重さを支えています。これをこのハーフェイバック来た時に一度離してみてください。このようにした時にクラブが支えられていれば OK です。スイングプレーンがずれているとこの2本で支えることができません。この形、前に行っても倒れてしまいます。正しいポジションでしか、このポジションは作れません。このようにハーフェイバックのこのポジションを、ステップ2ではしっかりと確認してボールを打てるようにしてください。ここがこのようにまっすぐ行けば飛び出し方向がまっすぐ飛んでいきます。ここで何度も、繰り返し練習をしてください。先ほど指を離したこのポジションに力が加わらないように、この2点だけで少しグリップを持つような意識でハーフェイバックまで持っていくと自然に綺麗にいい形が作れます。何度もここのハーフェイバックのラインをチェックして練習をするようにしてください。ここまでできましたらステップ3に入ります。以上でステップ2を終わります。アイアン基本レッスン、ステップ3に入ります。ステップ3では、ハーフェイバックから肩のラインの動きを見ていきます。ここのハーフェイバックから肩の動きも、正しい動きで動かす必要があります。それではまずこのステップ3では、肩のラインでシャフトラインをしっかりとチェックする方法を、皆様にお伝えします。このようにクラブを真ん中で持ってください。このように持ったら左側に、クラブを出してください。先ほどのハーフェイバック、右肩の真下とクラブが平行になるラインですね。ここからバックスイングを作っていきます。このラインでこのシャフトラインがボール後方を指すように、ここをしっかりと意識をしてください。また体の中心に手があることをチェックして、バックスイングを作るようにします。こういう形です。この時に体の中心から手が外れてしまうとこのシャフトラインは、立ってきます。立ってくる、体よりもこちら側にシャフトラインが向いてきます。また体が起きてしまうとこのような形、でシャフトラインがずれてきます。前傾角キープしたままこのシャフトラインをしっかりと正しい位置に持っていく。この真ん中に真ん中でクラブを持つことでこのシャフトラインのイメージが非常に分かりやすいです。これでも分かりにくい方はもう極端に、いっぱいまで持ってクラブを逆にこのように持ってみてください。このようにすることでこのように伸ばした時に正しいスイングプレーンになっています。もう一度いきます。体の正面に手がある、シャフトラインが、ボールの後方を指すという、このポジションをしっかりと意識して、練習をするようにしてください。そこを意識してでは打っていきます。フォローでは球筋は、もちろん打ち出し方向、このシャフトラインを乗っていくように意識をしていきます。体の中心に手があるように、左腕はずっと伸ばしている意識で大丈夫です。はい、このようにですねしっかりとシャフトラインをチェックしながら練習をしてください。このように短く持って構えたら徐々に徐々にこちらの方向に長くしてスイングをチェックするようにしてください。最終的にはグリップを持った時に、綺麗に作れるように
練習を繰り返し行うようにしてください。ここでの練習は非常に重要になりますので、100球程度ボールを打って正しいポジションを覚えるようにしてください。以上で終わります。アイアン基本レッスンステップ4に入ります。ここではトップ、フィニッシュ、正しい形を覚えていきましょう。アイアンは方向性を重視するクラブです。なのでトップはあまり大きくオーバースイングに入る必要はありません。これを大前提に置いて練習をしていきます。なので肩まで作ったこのラインから少しだけバックスイングを取る形で大丈夫です。慣れてきたら少し大きくする形も大丈夫ですけども、基本的にコースで方向性が出るポジションというのはこの辺りになります。なのでこの辺りでしっかりとトップを作るように心がけましょう。トップのポジションで気をつけないといけないのは、左肘をしっかりと伸ばすということを意識してください。左肘をバックスイングのトップで伸ばしておくと、ダウンスイングで手打ちになりにくくなります。左肘が曲がっているとこのように手で打ってしまったり、左肘を伸ばした時にキャスティングでヘッドが落ちてダフリになってしまったりしてしまいます。アイアンのトップでは左腕をしっかりと伸ばすということを意識してください。このように左手を伸ばすと体を、下半身を回すことで左脇が軽く締まったダウンスイングが作れます。このようにすることで体の連動でスイングを作ることができますので、左腕を伸ばすということを忘れないようにしてください。またアイアンのスイングは長いクラブと比べて少しアップライトなイメージになってきます。このトップでこっち側にシャフトが垂れないように気をつけてください。また逆にクロスしないように、この先ほど作ったステップ3で作ったこの肩のラインのシャフトラインのまま背中を目標方向に向ける、このイメージだけで大丈夫です。ここの肩のラインから少し回す、それだけで大丈夫ですので、このトップをしっかりと覚えてください。続いてはフィニッシュの形を見ていきます。フィニッシュの形はしっかりと振り切ってここまで来る。このフィニッシュで大切なのはクラブヘッドの重さを感じながら、クラブヘッドが体を回してくれるという意識を作ってください。自分の体がこのように回るのではなくて、このクラブヘッドに引っ張られて右肩が回っていくという意識を持ってフィニッシュまで振り切っていきます。このポジションではシャフトライン、また足、右足と左足がこのように離れていないかどうかをチェックしてください。フィニッシュのラインでこのように離れていってしまうと体重が右に残ってしまったり、下から上にすくい打つようなスイングになってしまいます。足のラインをくっつけるという意識を持ってバランスのいいフィニッシュを作るようにしてください。それでは一度打ってみます。はい、このようにトップからフィニッシュ、しっかりと安定したスイング、毎回同じスイングができるように何度も繰り返し練習をするようにしてください。以上で終わります。
はい、フェアウェイウッド基本レッスン1、ステップ1に入ります。このステップ1では腰から腰の動きを、しっかりと綺麗に振るという練習をしていきます。このインパクトゾーンと呼ばれているラインがフェアウェイウッドは非常に重要になってきます。このインパクトゾーンでクラブが鋭角に入りすぎてしまえばダフったり、またボールを上げたいからって言ってこういう風に作ってしまうとトップしてしまったりと、さまざまなミスになってしまいます。このフェアウェイウッドはインパクトゾーンでなるべく地面に近いところを長く平行に動く動きを作れるかどうかが安定したショットを打てるかどうかの鍵になってきます。なのでまずは腰から腰のスイングをしっかりと練習をしていきます。まずテイクバック、地面を擦るように上げてください。いきなりこのように上げてしまうと鋭角に降りてきてダフりになってしまいます。なるべくテイクバックを地面を擦るように長く低く長く持ってくるように意識することで、このインパクトゾーンのラインが平行に動きやすくなってきます。フォローでも同じです。低いラインになるべく触れるように意識を作っていきます。これは NG です。低いラインで打っていけるかどうかがポイントです。このステップ1ではこの素振りでこの芝生が擦る音を腰から腰でしっかりと弾けるかどうかですね。ダウンスイングの時に芝生を擦れない、また戻す時に芝生を擦れないというのは前傾角の起き上がり、また腕の曲がったり手で打ってしまったりといった原因になってきます。まずはこの腰から腰で芝生を擦る音を聞く、それができましたら腰から腰で打つ。という形で打っていきます。素振りを何度も繰り返してこのイメージで腰から腰で打つ。この練習をひたすら繰り返します。手首を使わずに、手先を使わずに体を回して回す。はい、ステップ1でやっている今この腰から腰の振り幅というのがフェアウェイウッドでは非常に重要なポイントになってきます。ここでしっかりとまっすぐ打てるように練習ができましたら、次のステップへと進んでください。以上でステップ1を終わります。はい、フェアウェイバンカー基本レッスン2、ステップ2に入ります。ステップ2では腰のラインから肩のラインまでの動きを見ていきます。ここはアイアンとドライバーと同じようにシャフトプレーンを意識して練習をするようにしていきます。このシャフトラインがボールの後方を指すように意識してトップを肩の前までスイングを作ります。ここでも同じように芝生を擦るイメージです。バックスイングで戻すときも滑ります。これを往復で素振りをしてください。このように行うことで前傾角のキープ、また膝の角度のキープというところを、養うことができます。肩から肩までのスイングのときに、ダウンスイングするときに左膝がこのように伸びてしまったり、体がバックスイングで起き上がるような動きが出てしまうとフェアウェイウッドは綺麗に打つことができません。膝の角度、前傾角をそのままにして作っていきます。この時に右足もなるべく上げないように意識をしていきます。ここで右膝が前に出てかかとが浮いているようなスイングになってしまうとトップになってしまいます。肩から肩はベタ足スイングで
シャフトラインをチェックして打っていきます。はじめはゆっくりでいいです。素振りを、芝生をする素振りを行ってから高さを変えずにゆっくり、ボールを打っていきます。はい、このように肩から肩のスイングができましたら、次へのステップへと入っていきます。以上でステップ2を終わります。フェアウェイウッド基本レッスン3、ステップ3に入ります。このステップ3ではフォローのラインを低い正しいポジションに振って、トップをなくすといった練習ドリルです。このボールの前方ワングリップのところにマークを置いてください。そしたらこのマークを触るようなイメージで低いフォローを出していきます。実際に触れなくても大丈夫です。よくフェアウェイウッドでミスショットをしている方、スイング軸がこのように傾いて上に上がって、このソール部分でポコンといったようなボールを打っている方が多いです。その方はまさにこの練習ドリルを徹底的にやっていただけると治ってきます。フォローを低く出していく、フォローを低く出すイメージ打っていく。絶対にボールを上げようとか左肘を曲げてこういう風に打たないように気をつけてください。左腕を伸ばしたままフォローを作っていきます。はい、それでは実際にこのイメージで打ってみます。コインを触るイメージで、左腕はなるべく曲げないように伸ばしたままスイングを作っていく感じを出してください。はい、このコインをイメージして滑らせていく、そのようにすることで、トップがなくなっていきます。この練習を繰り返し行って、フォローの正しい動きを覚えてください。以上で終わります。はい、フェアウェイウッド基本レッスン4、ステップ4に入ります。このステップ4ではラフからのフェアウェイウッドの打ち方、また傾斜での、フェアウェイウッドの打ち方っていうところをしっかりと覚えていきます。ティーアップを使って練習をしていきます。通常フェアウェイウッドでティーアップする高さよりも高いティーアップをして練習をしていきます。ラフで打ち込むような形をしてしまえば天ぷらが出てしまいます。なるべくこのティーの高さで真横で構えてレベルスイングですね、先ほどもやりました芝生をするようにというイメージで高さを変えないように、打ち込まないように滑らせていくようなイメージの持ってスイングをしていきます。少し足よりも高い位置にボールがあるためクラブは短く握っていきます。クラブを短く握って肩から肩のスイングで綺麗にボールだけを打っていきます。実際に刺してあるティーが飛ばないとベストです。ティーを打たないように
ボールだけを打つ練習をしていきます。ティーアップした真横でボールの横で構えてください。地面に置かないようにしてください。ラフ、ふかふかのラフをイメージして置いたら転がってしまうので、浮かせている状態で構えて、この高さをキープしてターンしていきます。この高さで打てるようになると、フェアウェイバンカーでもこのフェアウェイウッドを使って打つことができます。膝の高さ、腰の高さ、前傾角度変えないように肩から肩、ボールだけを打つ練習をしていきましょう。以上でステップ4を終わります。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。